皆さん、こんにちは。視聴していただき、ありがとうございます。空の日ですって。はい、ということで、熊本空港にやってきてます。普通の土曜日より多いですね。あ、多いですか。こっちですか。こっちです。逆やよ。なんか数人しか乗れないような気がするんですけど。ヘビ。こっちか。あれはまだ市内飛ばないの？いや、飛ぶよ、飛ぶ。後ろは荷物。あれで何人乗れるの？あれで74人。なんかパッと見だけだとそんな乗れなさそうに見える。なんか結構ほら細いじゃん絶対。今の流れは右と右といろいろと。ああ、なるほどなるほど、あ、ガラポン抽選会がありますよ。僕いつもこのガラポン抽選会っていうのが意味が分からなくてですね。ガラポンって何？ガラポンってのかわいいじゃん。あれガラポンガラガラポンじゃん。ガラポン、あ、なるほどなるほど。これここ、あ、事前募集イベントって書いてある。これですね。これ今日の目当てはここです。で、こうですね。ああ、さっきなんかそうそう止めたあたりの横ら辺ですね。そうそう、あははは。ここはずっと言ってたのがこれですな。そうです、これです。これ11時から、ね、その前にこれを何ですか、マーシャリングって。誘導です。誘導です。あ、ゴー。あ、トップガンのやつね。そうそうそうで、これも一応撮ります。空港の仕事の紹介映像上映、ほう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 。で、あとは JAL かな。はい、 JAL でですね、これはどれですかこれですか。航空教室ですか。いや、バイオリンでも撮りますか。バイオリンです。何ですか、博士太郎でも来ますか。何ですか、ランウェイ号って何ですか。到着のところを歩こうと。ああ、約3キロ。ああ、ぜひぜひ。それは事前募集なんで。なんだ、言ってくれたらセグウェイ的なもの持ってきたの。これはね、俺も知らなかったです。なんだ空港事務所だけビルのイベントを。今からどこ行くんでしたっけ。国際線横のターミナルです。ほうほう。今から地味にカメラから外れるのやめてくれますか。俺が気づかんとでも思いましたか。さあ、国際線にやってきましたよ。アクリルかなんかのね。まあ、救急箱がちょっと興味は示すかな。エンジンもそれも買えるの。エンジンは見るだけで。知ってるよ。知ってるよ。エンジンがアップしたら、もう4万件。また逃げとってきた。エンジン先輩から。いや、それは聞くくらいだけど。なんかちょっと本当映画さながらで。YS11 ですね。はい、あれ、これが今日あれですか、解体ですか。解体です。今日まで。ちょっと乗ってみました。すっごい行列。どこがどうならんの。はい、それはちょっと。まあ、まだ昭和だったけどね。あれじゃないですか、新幹線とかもまだこんな感じの時じゃないと。これがすごい。しょうがない、ツーショットでも撮っとこうかっていうか。あれ来ないの？行かないんだ。分かっとる。さあお昼にしましょう。お昼にしましょう。何にしますか？何にしよう。てかそれメニュー逆だし。上下逆さまだし。いや売れるかなと思ってた。あ俺？これでも気になるよね。気になるでしょ。行こう。来た方がいい。ちょっとこれ見て。ちょっとすげえ。まあまあ完食です。僕は38。僕全日空社員のボーイング737-800。それではクイズコーナーに行きますのでバリバリ答えてください。おもちゃが当たります。よしそうです、正解です。そうです、そうです、正解です。おめでとう。外から割れた。はい、お兄ちゃん。なかなか今のすごかったですね。よかったですね。いや何今さら恥ずかしがりだしたから頼みますよね。どうしよう。あと何見てないのはもうないもんね。どうしようかねえ。あとはもう日本の定義ぐらいしかあってないけど、さっきのこんなんとかこれとかこれしかもうないよ。あとはもう全部。なるほどね。みんな風がもうちょっと少なかった弱かったらよかったね。了解です。さあ今日ねもうたくさんの子どもたちが遊びに来てくれています。じゃあ空くんに近づいてくださいね。あ、もしかしてこれが噂の合コンじゃ。これが噂の合コン。剣は持ってないがいいかな。噂をすればボルタス。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。